を歩くが正解。苦労を踏んだら死んでしまう。子供の頃からずっとそうだった。ずっとずっとそう生きてきたんだ。明日将来未来世界のわからないことを語っていた。わからないことを話していたかった。白い線踏めば安全安泰、安泰な体の更新に沿い、敷かれたレールの上での競争、それたら負けだと先生は言った。物差しは唯一成功失敗、この価値は一体何になるんだ。自問自答を始めたよりは僕は一人。朝霧に染まりそうな真っ暗な空を眺めながら長距離トラック、広がるガラクス、すぐも国も継ぐことのないな。希望や野望を掲げてるから、今日ではなくて明日の話。短い針が4を向く頃、惨めな僕はどこにいるだろう。聞いて聞いて君知るって意味のないか、おい意味のない僕は結局また空き信号線と、また諦めたらどう。になりてた歩けず進めず埋もれて、あとで遊びよかったな。手なりたくないから歩くしかないよ、足踏みさえもするしかないよ。じゃなくて今日生きろ、未来じゃなくて今を生きろ。選んだ道に間違いはないから、今の足踏みは無駄ではないから。ネオンカラーを羽織りながら一人歩み続ける夜明けに、東京散歩。今の話をしようよ、素晴らしい朝に花歌残して新しい夜明けに。